ラーニー・ラーシュマニーの像ラーニー・ラーシュマニーは、インドの事前事業家、ダクシネーシュワル・カーリー寺院ーの設立者として知られる。ラーニー・ラーシュマニーは、1793年9月26日、西ベンガル州の現在の北24パルガナー県の、粉という村の貧しい農家の娘として生まれた。美しい容姿をしていたと言われる彼女は、11歳の、時。 コルカタのジャンバザールというところの裕福なザミーンダールの家柄のバーブーラージャー・チャンド・ラダースと結婚した。夫の死後、彼女は彼の所有する土地と仕事を相続した。彼女は生来の統率者ぶりを発揮した。管轄する土地の信用は高まった一方、幼年期から非常に経験なラーニーは、インド社会の未亡人にふさわしく非常に禁言かつ、緊粛な生活を送る。 ラーニーとインドのイギリス政府との衝突は彼女にまつわるよく知られた物語である。貧しい漁師の暮らしを脅かすこととなったガンジス川の一部の海運業の閉鎖に際して彼女は漁に課された税を廃止するようイギリス政府に要請した。プージャーの列が近隣の静寂を乱したという容疑でイギリス兵によって止められたとき彼女はその命令を拒んだ。 イギリス政府は彼女が支援する公の抵抗に直面して彼女に課した制裁を撤回しなければならなかった。ラーニーはさらに社会への多数の事前事業や貢献を行った。巡礼者のためにスバルナリカ川からパーリまでの道の工事を監督したり、ガンジス川の日々の水浴者のためにバーブーガート、アヒリットーラガート、ニムタラガートなどのガートの工事に資金を提供した。 彼女は当時の帝国図書館を呼びヒンドゥカレッジに寄付を行った。典型は彼女に北24パルガナーのダクシネーシュワルノガンジス川の岸に複合寺院を設立するよう促した。後にラーマクリシュナは彼女の講演の下、その寺院の長に任命された。ありがとうございます。